じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずはあの今のよしお気持ちを聞かせてください。いやもう3ヶ月弱、最初は出るつもりなかったんですけど、周りが出なさいよっていうので、じゃあ出ようかと思って、まあちょっと減量きつかったんですけど、もう最後の方はなんかもう毎日一日一日有酸素と食事こなすだけで、まあその過程があって、でまあ今日2つエントリーさせてもらって、その1つのフィットネスモデルでちゃんと評価されてもらったっていうのはやっぱ自分の中で嬉しいですね。そのこの人間辞めた3ヶ月間はもうここで出せた、もう勝てる人ってやっぱ1人しかいないじゃないですか。だからそれ考えたらもうすごい、もう何とも言えない感情で嬉しいです。あ、僕はやっぱバルクの選手じゃないんで筋量もないですし、だからやっぱフィットネスモデルを基準にちょっと考えて、スポモではちょっと入れたらいいかな。でまあスポモのプロではやらせてもらってるんですけど、だからあのやっぱでかくない分カット絞りもやっぱその相手選手よりも分離度を高めて見せていかないといけないなっていうところで、やっぱ絞りは意識したんですけど、まだもうちょい絞れるなっていうところが反省点で、あとやっぱポージングのサマスタの講師もやらせてもらってるので、やっぱそこで周りと差をつけないといけないっていうのがやっぱ使命感で思ってて、そこがやっぱ違いますからね。なんでバルクはないんで、絞り、ポージング、あとアウトラインは僕がいいと思ってる、その3つですかね。で今年まあ1個今大会終わって、で次にある J クラシックも出ます。で4月のサマストのプロ戦も出ます。でその後の下期の J クラシック、下期の筋肉祭りで、下期のプロ戦、サマストプロ戦も出るので、全部でちょっといい評価をいただきたいなっていうのが今年の目標なんで、通年としてもう絞れてる体で、でまたちゃんとステージ立って映える姿をみんなに見せたいなと、まあ、それで表彰もらえたら嬉しいと、ちょっと使命感を持ってやってます。頑張ります。